どうもみなさんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は最終目標、この世界の野戦で生き残っていくわよ。ってことでガイノイド系のレベルを全部40まで上げておいたわ。スキルがアンロックされてるな。だがどうせならレベルマックスまでやった方が良かったんじゃねえか。私もそう思ったんだけどね。最高の75レベルにするのに、1406経験値必要とかどうなってるの。ってことだからね、さすがに諦めて40レベルで妥協したわ。ちなみに60レベルにしたらもう1個スキルアンロックされるみたいだが、それすら836経験値必要とか言う。40レベルなら400経験値で済むからね、まだ楽だったわ。400は少ないのか。大きい数字見すぎてよくわからなくなってきたぜ。ジンバブエ現象ね。新しい現象勝手に作るな。ガンダムトライブ現象。99系経験値必要になってくるかもしれない。それで前回ちょっとだけ言ってたけど、 TT を改良したわ。まずはエクストラユーティリティ2ってモッドを導入したわ。結構有名でブロックだったりツールだったりを大量に追加するモッドだね。まあこの環境だと1個のブロックしか使わないんだけどね。え？木のスパイク、見た目通りモブにダメージを与えるアイテムね。これを処理槽に使ったわけか。これに乗るとこんな感じで徐々にダメージを、ほら、あんな感じでダメージを受けるのよ。無計画撮影すぎる。そしてこのスパイクは体力を1で残してくれるからね。これ使って経験値貯めてたわ。それじゃ他にもいろいろ準備していこうかな。多すぎない？これ全部あの鶏から生まれたのかよ。私が作りました。顔が見える食品。もはや大家族とかそんなんじゃないよね。テレビの密着取材来るかな。来るとしたら多分ミステリー系の番組だぞ。それじゃちょっと気になるのも出していこうか。ほんとあの鶏最強すぎるだろ。そしたらちょっと気になるモブ出しとくわよ。まず1体メガベックス。これ擬人化されてたら可愛らしいんじゃない？あ、うん、ごめんね、なんでもない。私たちは何も見てなかったんだぜ。そして次はエボーカー。冷静に考えたらこっちだけ出せばベックスも出てきた気がする。こいつから召喚されるもんな。おお、再生能力、耐性、火炎耐性がついたわよ。周りの他のエンジェンダーにもついてそうだな。最強のサポート役ってことね。なら何体も出しとこうか。数の暴力すぎる。これだけいればきっとみんなを回復してくれるんじゃないかな。それで次はスキルステーション。野戦で前作った空爆のやつやるか。間違いなく味方全部吹っ飛ぶよね。とりあえず攻撃系はエンジェンダーとガイノイドに任せるから、回復とか優先しようか。ってことでまずはシールドサークルってスキルね。そしてリリーフスクワット、回復系ね。そして次は共鳴する魂。これマルチで使うともっと強力なんだけど、うん。ねえ、ぼっちプレイヤーには難しいな。まあ共鳴する魂は使うとハートが4つ増えるわ。他プレイヤーが使えばさらに増えるんだぜ。シールドサークルはこんな感じなんだけど、思ってたより視界の邪魔ね。そしてリリーフスクワット、一定範囲内の味方を回復してくれるわ。例えばこんな一瞬で壊れたんだけど、お前なんか回復したくないってさ。戦闘中に回復できなかったら致命的だし使わないでおこうか。それで言えばガイノイドもじゃないか。こいつらも戦闘で使うの初めてだぞ。確かに。ちょっと一旦適当な敵でテストしてみようか。洞窟にクロールが一体、これなら余裕そうだぜ。みんなしっかり戦って、よーっと待って、なんでこんな洞窟にケルベロスいるの？撤退、マジでふざけてんでしょあの戦車。というかジャンプするとほんと前見えないわね。守ってくれてるんだし文句言うなよ。まあ戦ってくれるのは確認できたわね。だな、一応野戦はなんとかなりそうだぜ。ただこの子たちデスするとアイテム化しちゃうからね。もしもの時はしっかりと拾わないとな、ロストしてしまうんだぜ。それじゃ装備よし、残弾よし、味方の準備もよし。この世界の夜はマジでヤバいからな。食べ物で例えるならどれぐらい？口の上についたノリ並みにヤバい。確かにそれはヤバい。それじゃいざ出陣よ。正直こんだけ味方いるからな、負ける気がしないぜ。というかウプ主立て張るのやめて。この時はまだ邪魔だって思ってなかったんだろ。どう考えても邪魔だよね。通過視界の上になんか変なの映ってないか？なんだろこれ？全くわからないわね。まあとにかく今は戦闘に集中、誤射しないようにしないと。そして左下のチャットうるせえな。キルログ的なの流れるからね。これ一旦オフにしまって、私の体から銃生えてるんだけど。胸の銃はただの飾りだ。開始早々情報量多くてノーパンクしそう。もはや何を実況すればいいかわからないレベルだぜ。とりあえず右上でロストエッグとか実況しとく。全てにおいて意味わからなくなるわ。というかそもそもこのゲームを知らん。おお、
そこではエルダーガーディアンが頑張ってるわね。エボーカーの牙もあるし、ゼッツもいるな。ライダー対戦の最後の方見てる気分。とりあえず混沌を沈めるためにもチャットオフにしようか。混沌を沈めるとか初めて聞いたわ。これで少しは見やすくなったわね。まあチャットはエンジェンダーがゼッターをした時に流れるからな。そんだけ活躍してるっていう証拠だぜ。ところでその大活躍なエンジェンダーの姿が明らかに少ない気がするんだけど、気のせいだぜ。気のせい気のせい。というかオンサーターが一番ヤバい。自爆が味方に当たりそうだぜ。そしてヤバい敵ナンバー2、ケルベロス。体力が削れてるが、近くに味方の影はないな。そう許さない、エンジェンダーの仇。ただし誰がやられたかは不明。正直ね、もはや誰連れてきてたか覚えてないレベル。野戦の前に確認しとくべきだったな。エンダーマンに追い出しけ、ジャイアントはまだいるわね。というかジャイアントに関しては死ぬほど目立ってるわね。死んだら一瞬で気づきそうだな。お、ジャイアントが攻撃中12ダメージとか入ってなかった？見た目だけじゃなく、攻撃力もめっちゃ高いのか。エカートすら同じロボ29ダメージだからね。対物ライフルより断然強い。アンチマテリアルパンチだな。略してアンパンチね。というかインベントリー一瞬で串のトーテム。あ、むしろアイテム落ちるんだな。だったらあの鶏で TT 作れるかも。世界で一番非人道的なトラップ。そして今出た紫の円、ドロガンマの攻撃ね。これならケルベロスも楽勝そう。やっぱ予備のマガジンの弾すらなくなった。許してください。急いでマガジンに弾をこ。ね。あれ？ありのまま今起こったことを話すぜ。インベントリを開いたと思ったらケルベロスがいなくなってた。ほんの一瞬だけ映ってたんだが、63ダメージケルベロスに入れてるぞ。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな。とはいえロボの数がさっきより増えてないか？味方がだいぶ減ったから処理しきれてないのかも。目の前でドロガンマやられたぞ。なんなら見渡す感じがイノイド一切いないかも。アイテム化してるだろうから、ロストする前に探すんだぜ。エンジェンダーもエンダーマンとジャイアントしかいない。あんだけいてほぼ全滅とかどうなってんだこの環境。むしろ私が生き残ってるの奇跡みたいなレベル。だが数が減って狙われやすくなってるからここからが本番だぜ。インベントリーいっぱいじゃリロードもできないし、一旦整理しないと。エンジェンダーがいろいろ落とすもんな。あーもう、アイテム整理してるのに来ないで。というかこういう時に一に意識使えばいいんじゃないか。撮影時のオープン主題部焦ってそこまで気が回ってないから。だってよく下のスロット見てみ、剣と間違えてダイヤツルハシ持ってるわよ。命を刈り取る形だな。でもとりあえずガイノイド系はロストせず回収できた。それでだいぶ味方へ来てきたからね。ゴーレム軍団出撃。用意した味方がいないなら、新しい味方を出せばいいじゃない。ちょっと待って、何あのケルベロスの量？4体？これはさすがにヤバいんじゃねえか。こうなったら仕方ないわね。こっちもジャイアント増やしていくわよ。最終決戦始まったか？現れた巨大ゾンビに人間の最新鋭の技術で作られたロボが抗う。それこっち側が悪者じゃね？これならケルベロス軍だなんとかなりすぎるぐらいかもしれない。めっちゃ綺麗に吹っ飛んでったな。次から次へとロボが打ち上げられてくんだけど、ちょっとやりすぎた感が否めない。ちなみにジャイアントのレシピがこれよ。こいつコスパ最強すぎないか。なんならこれ全部ニワトリから生まれてるしね。そしてどんどん明るくなってきてるんだぜ。もういっそのこと残りのジャイアント渋滞出しちゃう？ジャイアントで何も見えなくなりそう。つうか前回作ったトラップ、あれこんだけの量が集まってるってことだよな。そりゃ経験値も集まりやすいわけだ。だが明るいおかげでもうこれ以上湧かないっぽいか？これなら今見えてる敵だけかな。右の方でジャイアントが戦ってるんだぜ。あの遠くのは、行くのも面倒いしデスポーンするから行くか。最終決戦すら雑すぎるだろ。というかもうジャイアントの背中心強すぎる。子供の頃打ったお父さんの背中並みね。お前の親父身長どんだけあんだよ。ってことでラストソードマン、私のかっこいい狙撃テクで仕留めてやるわよ。野戦のラストはこれで決めてやる。ああ。ギャグアニメみたいな吹っ飛び方したな。多分あれ飛んでったとこで星光るやつ。だがこれで対応もできたし。完全勝利、なんとか夜を乗り切ったわね。お前あんま貢献してなかった気がするけどな。ただガイノイド含め、生き残ったのこれしかいないわね。何ならジャイアント3体とアイアンゴーレムは途中で出したしな。まあ今回の教訓はあれね。ジャイアント出せば勝てる。これは間違いない。ってことで天空世界の目標も全達成。作ってないものも紹介してないモッドも、まああれは木のトゲ追加モッドだしな。ってことでこのシリーズはここで終わりにするわ。エーテル2の方がまだなんもないしな。追加されたらまた今度やりたいぜ。半年で他のシリーズに比べたらちょっと短かったかも。むしろ最終回まで行ったんだからいいだろ。最終回まで行っただけで褒められるチャンネル。それじゃ天空世界でロボットたちとサバイバルはここで終わるわ。竜世界村の方はまだまだ続くからな。そっちの方もよろしくだぜ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。